一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コムだからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。龍蔵は墓におるはず。火の矢で空をいっぱいにしてやる。俺はいつもの準備で十分。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍蔵。
いかがでしたか。ここじゃないな。こっちはさっぱりだ。ほら、食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。チンハルゴ、策を忘れたのかよ。A の相手をするな。猛虎の船に乗り込むんだろ。急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。聞
こえたか？4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ、急ぐぞ。周平がいるぞ。弓はあるか？お前は？仲間に渡した。どうしよう。正面から突っ込むのかよ。新手が来た。殺せ。ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Гагар бу урол кичилсинди. Хуй! Арбо! Морти! Гагар чун! Now we're going to fight! Ah! It's a stand! No! Look, Samurai, you're going to get hit! なんだ蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。来いよ！
け立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。実は俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃなら、お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。猛虎相手にはまだ足りぬ。マサコ殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。
浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。坂井家の旗だ。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ？長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったね。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるがな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めて。私はヒノキが遊び場でした。ひとたび上まで登るとなかなか降りなかったものです。上に降るだけでこの世を掴んだ気持ちに。落ちて首を折るだけだ。母上は案じておりましたが、父上はそれを成長の証と。志村殿は何と？叔父上の城は高く木を登ることはなくなりました。覚悟するがいい。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
참파락 도주엔 으아! その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も、世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは、私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。豊玉で落ち合おう。一族の敵をすべて見つけるまで休んではいられぬ。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で政子殿。